石の陽道の芸術監視と書死を揺らぐ極法家三五白露黄金万里流る。これは潮、海の潮が揺れる入り江、入り組んだ入り江、家が三五というのは三軒か五軒ある。という意味ではなしに、三かける五、十五軒ほどあるという意味であると。まあちょっとやな。そこに白露が飛んできて、あるいはいて、黄金、まあ夕日、夕焼け、万里流る、ずーっと当たり地面、夕焼けやという意味である。このわずかの字でその情景を写し取っている。これ字だけ分かってくれるんじゃなしに、この情景が、入り江で潮がゆらりゆらりしている、家がちょっとある、白露が飛んできている、夕方、ずーっとも辺り一面夕方になっていく、そういうことが分かってくれんと、これは単なる字だけの話になる。はい、まあちょっとしんどいんで歌読むだけ。よいよ囲み、炉を囲んで、よいよ会というのは酔っ払って炉を囲んで座れば、よいよ会、炉を囲んで出せば、観光奏者の春、敬遠王吾いたり、人実太平の民。蝶は舞う舞い、春心等として、宝碑、崖新たなり、友人光栄よし、十里、記憶、人なし。瀬戸七月炎天のもと、海面かもめ飛ぶ、一朝鮮。瀬戸内海の7月炎天のもと、海面にカモメが飛び、一艘の釣り船が浮かんでいるとかいうふうな意味やな。はい。旭日春風あまねく、乾坤万寿の花、ひんなりといえども濁手あり、一水今日果てなし。はい。古村犬も眠る高村の春、暮れ長舞宝碑万里の春。はい。高は暗く昼もうもう、軍は西または東、規定客の大人をなく、五月潮くれないなり。潮というのは潮花のこと、アジサイのこと。はい。次は雪溶け春風渡る。これは春になって雪が、山の雪が溶けて春の風がバーッと行き渡ること。これちょっと春風の春と風の間が詰まりすぎている、まずいな。これは春風のプーが詰まりすぎている。これはボツにする。